海王様との修行の成果見せてやっか。おめえも一緒に修行すっか。強さ見てるとワクワクするけど、ちょっとドキドキもすんな。ここで引くわけにはいかねえ。こっからが本当の勝負だ。もらうぞ。限界突破。逃げても無駄なのは知っているようだな。なるほど、ここを貴様の墓場に選んだわけ。始めよう。俺はさらなる高みを目指す。ラストパワー。
もただトレーニングをしていたわけではない。お前の強さ、俺のこの手で確かめてやる。容赦はしないで、かかってきな。少し本気出すか。遊びは終わりだ。クルーちゃん、はい、へっへっへ、みっちょ行くぜ。どっちが最強かを決める戦いだ。楽しんでいこうじゃねえか。ウォーミングアップはこのくらいにして、そろそろその気になろうかな。地獄以上の恐怖見せてあげましょう。お見せしましょう。さらなる進化を、私のさらなる進化を。スーパーサイヤ人は孫悟空さん一人じゃない。ここにもいたということだ。悪い奴ってのはどこにでもいるものだな。全力で行くぞ。
ていくぞ。暇つぶしにはなるか。少しだけ本気を出してやろう。始めよう。貴様にとって最後の晩餐だがね。この時宇宙に新章が始まる。
その歴史に刻むなど、ザマス永遠の正義を歌うものだ。貴様の存在が気に入らん、さっさと排除してしまおうか。降参しろ、お前に勝ち目はない。俺の技がどこまで通用するか試させてもらう。さっさと終わらせるか。さあ、かかってきなさい。どうしてもって言うなら、ちょっとだけ遊んでやる。お前、俺と戦うのか？おいおい、一緒に遊んで、その後いっぱいおやつ食べるぞ。止まるかな。うりゃ
っちゃは効かないぞ。もう参ったは効かないぞ。ツフル人となり、この恨みを晴らすのだ。でもベジータでもない。俺は貴様を倒すものだ。俺は悟空でもベジータでもない。俺は貴様を倒すものだ。死に場所だ。
俺は弟のようにはいかんぞ。いいだろ、俺に歯向かうその度胸を認めてやろう。変えてみせる。ああ、上がってきやがる。すぐに終わらせてやる。貴様を倒すのはこの俺だ。あなたと戦うのが楽しみで仕方なかったの。のんびりと楽しみながら行こう。急いだって意味はない。悪いな、倒させてもらうぞ。はあ、マキマパワー。
俺が行こうか。いいわ、私がやる。本気で体を動かすとするかね。戦う時が来たのだ。孫悟空と出会う前に。戦う時が来たのだ。孫悟空と出会う前に。俺が相手だ。行くぞ。お前の鍛錬の成果見せてくれ。痛めつけてやる。ナチュラルパワー。完璧だ。これはかつてないほどの面白い戦いになりそうだ。なら今のうちだぜ。動画夫婦拳の餌食になりたいか。お遊びはいい加減にしろ。
る。わわわ、決まったと思ったんだけどな。いい、俺が倒せるわけないって。やってやる。俺だってやるときはやるんだ。どうじゃ、かっこいいじゃろ。ほれ、さっさと来なさい。今回は卑怯な手を使わんでよいのか。ちょっと本気出すぞ。さっさとやろうぜ。ここ、オーブはこれからだ。ダッド！ありゃー！ディア！あー！ディアリア！ディア！ハメハメ！うっとしい！思いっきし行くぞ。奪い上がれ。スーパーサイヤ人3。よし、始めようぜ。Thank you.
下が本番だぞ。やりゃおめえもここまでだ。あったー。やりゃうわっ、うわっ。Look out!